なんだっけあの単語。あ、さっき勉強して覚えたのに忘れちゃった。思い出せない。最近単語を覚えたそばから忘れてしまいます。単語を覚えたそばから忘れてしまいます。今日は JLPT-N1 の文型そばからについてレッスンします。そばからは何かをしてもすぐにまたという意味です。そばからの後ろはネガティブなことがよくきます。さっき私は言いました。単語を覚えたそばから忘れてしまいます。これは頑張って単語を覚えてもすぐにまた忘れてしまいます。一回だけじゃありません。いつも単語を覚えます。でもすぐにまた忘れてしまいます。これを繰り返しています。単語を覚えたそばから忘れてしまいます。そばからの後ろの動詞、忘れてしまいますはネガティブなことですよね。わーい、今日は給料日です。給料日は嬉しいですね。何を買おっかな。ワンピース、カバン。あれ、嘘、もうこれしかない。買い物しすぎた。どうしよう。あと1ヶ月、どうやって暮らせばいいんだろう。私はいつも給料をもらったそばから使ってしまいます。給料をもらったそばから使ってしまいます。給料をもらったそばから使ってしまいます。これは給料をもらってもすぐにまたお金を使ってしまいます。毎月給料日の次の日はお金を使ってしまいますという意味です。給料をもらったそばから使ってしまいます。注意ポイント。そばからは繰り返し起こることに使うので、一回だけのことには使いません。例えば、パソコンを買ったそばから壊れました。この例文は正しいですか？正しくないです。パソコンを買っても毎回すぐに壊れますか？壊れませんよね。これは一回だけのこと。だから、そばからは使えません。フォームは、ディクショナリーフォームか、ショートフォームパスト、他フォームプラス、そばから。で使います。皆さん、今日もことのビデオを見てくださってありがとうございます。これからも JLPT の文型をたくさん教えていきますので、ずっとずっと見てください。それから通知をオンにして、いいねを押して、お友達にシェアお願いします。それから忘れないで、サブスクライブ、チャンネル登録もしてください。じゃあまた会いましょう。またね。それからもう一つ、私たちはオンラインレッスンもしています。もし皆さんがオンラインレッスンをしたかったら、スカイ
イプでフェイストゥーフェイスで授業をすることができます。ぜひことに連絡をしてください。 Thanks for watching. Please remember to subscribe and turn on notifications.